10月12日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。佐賀市レース。予想上位はゴーオールザウェイ。目標タイムは0分 55.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀2レース。予想上位はパームブランチ。目標タイムは1分 25.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀3レース。予想上位はクラウンファラデー。目標タイムは1分 26.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀4レース。予想上位は章勇士。目標タイムは1分 24.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。佐賀5レース。予想上位はトーマス・テソウロ。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀6レース。予想上位はブルーストレイル。目標タイムは1分 30.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀7レース。予想上位はココケイ。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀8レース。予想上位はハクアイリシャール。目標タイムは1分 31.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀9レース。予想上位はブレイブジャーニー。目標タイムは1分 24.8 秒です。硬いレースになりそうです。佐賀10レース。予想上位はデッドフレイ。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀11レース。予想上位はカシノフロイデ。目標タイムは0分 56.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。バンエイ第1レース。予想上位は新エイファイト。荒れる確率は 71% です。バンネイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース。良い県馬券マスター生誕祭。予想上位は坂野殿様。荒れる確率は 72% です。バンエイ第3レース。梅田か。北海道旅行記念杯。予想上位はアグライア。荒れる確率は 62% です。バンエイ第4レース。第5回愛犬桜誕生日記念。予想上位は北栄姫子。荒れる確率は 65% です。バンエイ第5レース。有機ガンバ。初孫安産祈願。予想上位はスカーレット。荒れる確率は 61% です。バンエイ第6レース。サンドケンスタラリタカラトウ桃汁杯。予想上位はディフェンダー。荒れる確率は 70% です。バンエイ第7レース。松村伝説の浜ちゃんやで W。予想上位はディアーナ。荒れる確率は 51% です。バンエイ第8レース。トカチ帯広香川県人会長杯。予想上位はトム。荒れる確率は 65% です。バンエイ第9レース。負け分請求こちら。カブトカクロヒサシ。予想上位はカツゲン。荒れる確率は 67% です。バンエイ第10レース。スミハヤとお酒控えましょう杯。予想上位は高種派パワフル。荒れる確率は 62% です。バンエイ第11レース。カリカチショー。予想上位は宝キングダム。荒れる確率は 62% です。バンエイ第12レース。B32。予想上位は綾野大魔王。荒れる確率は 73% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。
予想とは一切関係ありません。アーガイル・プレイド、タガノ・フレミング、ウィーン・ブリオーソ、テイ・エム・ファルコン、トーマス・テ・ソウロ、エンジェルズ・キッス、ブルース・トレイル、G ・ショッカー、ブレイブ・ジャーニー、グラン・ツエクラ、グラン・クロワ、ミア・ノートリー、博愛・ゼウス、コスモ・ホライズン、イグレック、ダノン・カオス、エイシング・リュック、モスコビウム、カルデナール、名月、パープル・トレジャー、テルセイラ、シュアー・ウィナー、プラソン、タワポケゴー、コウキ、フェリマール、スキップライト、グランドジャヌ、ピエナナイスガイ、みんなの夢くん、ゴーオールザウェイ、オリフラム、タームブランチ、ジロローザ、カシノシャンデリア、エイシンヘマタイト、ダブルリード、ビービークラージュ、メアリー、スラストアウェイ、GT セイント、リスキリング、カイマナエレーレ、ステースソニック、ジューンキララ、フォカッチャ、ビーブル、デッドフレイ、ロッソ、ラウディ、レーザービーム、ビキニオンザビーチ、カシノエタンセル、ニライカナイアロー、トトリムク、サツキレジェンド、カシノルカス、エフェクトボーイ、クラウンファラデー、エクササイズ、ワンダーハイパー、ラインシュトラール、サトミの笑顔、いつも腹ペコ、チャーモニウム、ゴルトツイゲル、バルサステソーロ、火山ガイ、タガノディミトラ。佐賀第一レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは9番ゴーオールザウェイが好スタートを切った。後を追うのは5番エフェクトボーイ、3番ニライカナイアローか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ゴーオールザウェイ。その後には1番タケノタイガーと5番エフェクトボーイが続きます。9番ゴーオールザウェイそのまま独走か、逃げ切れるか。9番ゴーオールザウェイがゴールイン。続くは4番、1番、3番。佐賀第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。6番バルサステソーロが早速先頭を取る。2番手は10番パームブランチ、5番ウィントールキンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番パームブランチ。その後には5番ウィントールキンと6番バルサステソーロが続きます。10番パームブランチそのまま独走か、独走か。10番パームブランチがゴールイン。続くは3番、5番、1番か。佐賀第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。3番カシのシャンデリアが前に行きます。その後ろには6番のオンハー、8番ビキニオンザビーチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ビキニオンザビーチ。その後には11番クラウンファラデーと3番カシのシャンデリアが続きます。11番クラウンファラデーそのまま逃げ切れるか、独走か。11番クラウンファラデーが1着見事。続くは8番、3番。佐賀第4レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。12番メアリーが前に行きます。その後ろには8番ウィンブリオーソ、10番ペイシャケイティか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番メアリー。その後には10番ペイシャケイティと2番シャープレシオが続きます。2番シャープレシオが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番シャープレシオが1着見事。続くは10番、1番、12番か。佐賀第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは6番テイエムスマック。後を追うのは7番カルデナール、5番スラストアウェイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番テイエムスマック。その後には8番トーマステソーロと7番カルデナールが続きます。8番トーマステソーロが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番トーマステソーロがゴールイン。続くは6番、3番、10番か。佐賀第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは4番クリノソレイユ。2番手は5番名月、7番カイマナエレーレか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ブルーストレイユ、その後には4番クリノソレイユと2番 GT セイントが続きます。1番ブルーストレイユそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。1番ブルーストレイユがゴールイン。続くは2番、7番、10番か。佐賀第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。4番サンドイボークが早速先頭を取る。4番サンドイボークの背後には8番テルセーラ、3番脇のヨナダニカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番サンドイボーク。その後には3番脇のヨナダニと1番ココケイが続きます。1番ココケイが先頭に立つか、追い抜くか。1番ココケイが1着見事。続くは3番、4番、5番か。佐賀第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。9番里見の笑顔が早速先頭を取る。並ぶように2番ウィルとインアデイ、8番博愛リシャールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番博愛リシャール。その後には9番里見の笑顔と2番ウィルとインアデイが続きます。8番博愛リシャールそのまま独走か、独走か。8番博愛リシャールがゴールイン。続くは2番、7番、9番か。佐賀第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番プラソンが早速先頭を取る。5番プラソンの背後には7番ミヤノウッドリ、3番ブレイブジャーニーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ミヤノウッドリ、その後には3番ブレイブジャーニーと5番プラソンが続きます。3番ブレイブジャーニーが後ろから追ってくる、先頭か。3番ブレイブジャーニーがゴールイン。続くは7番、6番、2。佐賀第10レース、各馬、揃って。スタートを切りました。4番グレースエンブレムが前に行きます。その後ろには5番デッドフレイ、1番トーテムポールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番デッドフレイ、その後には1番トーテムポールと11番博愛ゼスが続きます。5番デッドフレイそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番デッドフレイが1着見事。続くは3番、10番、9番か。佐賀第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。8番カシノフロイデが前に行きます。後を追うのは6番フェリマール、4番チャンモニウムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番カシノフロイデ、その後には4番チャンモニウムと7番イリゼルツが続きます。8番カシノフロイデそのまま逃げ切れるか、独走か。8番カシノフロイデが1着見事。続くは2番、11番、5番か。